はい、皆さんこんにちは、ゆうすけ先生です。お元気でしょうか？日本はとっても寒くてジャンパーを着ております。はい、前回はね、 X は Y ですかという文法を勉強しました。例えば、これはノートですか？これはノートですか？はい、これはノートですというものを勉強しました。あともう一つは、これはイエローですか？これはイエローですか？いいえ、これはイエローではありません。この3つの文法を勉強しました。今回は新しい文法、好きです、好きではありません、これを勉強していきます。今回も前回と同様に先生が質問しますので、皆さんが自分で選択して、好きです、好きではありません、この2つを答えていきましょう。今日やる新しい文法は好きです。はい、好きですの意味はズバリ love とか like とか、そういう意味になります。なので先生が好きですかと質問をしたら、皆さんははい好きです、もしくはいいえ好きではありません、このどちらかで答えます。では早速やっていきましょう。犬は好きですか？犬は好きですか？はい、犬は好きです。いいえ、犬は好きではありません。猫は好きですか？猫は好きですか？はい、猫は好きです。いいえ、猫は好きではありません。勉強は好きですか？勉強は好きですか？はい、勉強は好きです。いいえ、勉強は好きではありません。アニメは好きですか？アニメは好きですか？はい、アニメは好きです。いいえ、アニメは好きではありません。寿司は好きですか？寿司は好きですか？はい、寿司は好きです。いいえ、寿司は好きではありません。はい、そしたら皆さん、先生が質問するので皆さんがどちらかを選んで答えてください。今日は先生のもう一人の先生を召喚します。影分身の術では質問します。高いところは好きですか？いいえ、高いところは好きではありません。ケーキは好きですか？はい、ケーキは好きです。エジプトは好きですか？はい、エジプトは好きです。ホラームービーは好きですか？いいえ、ホラームービーは好きではありません。ナルトは好きですか？はい、ナルトは好きです。ワンピースは好きですか？はい、ワンピースは好きです。人が多いところは好きですか？いいえ、人が多いところは好きではありません。モスキートは好きですか？いいえ、モスキートは好きではありません。暑いのは好きですか？いいえ、暑いのは好きではありません。花火は好きですか？はい、花火は好きです。はい、ということで皆さんどうでしたでしょうか？勉強になりましたでしょうか？これもね、実際友達と、はい、別に日本人じゃなくても簡単な文法ですので、友達とぜひ練習してみてください。例えば、寿司は好きですか？はい、好きです。
好きではありませんっていうね、この名詞、寿司っていう名詞の勉強にもなりますので、名詞をたくさん勉強して友達に問題を出してあげましょう。で、いろいろな言い方がありますし、あとは助詞の使い方も細かく言えば難しいんですが、まずは会話をできるようになるためには少ないフレーズで自分を表現できるようになることがとても重要です。いっぱい知識があってもどれを使えばいいか、どのタイミングでどれを使えばいいかわからなくなります。まずは少ないフレーズを習得してたくさん会話を増やしましょう。その後に細かい自分の気持ち、感情、表現をできるようになるととても効率がいいと思います。では次回はですね、あります、います、こちらについて勉強したいと思います。では最後に問題、これはノートブックですか？はい、これはノートブックです。先生のビデオは好きですか？はい、先生のビデオは好きです。ということで、いいねボタンを押してまた勉強しましょう。ありがとう、またね。